はい。ビフォーの状態がどんなだったかっていうところと、はい、そこからどんなテクニックを使ってカットしたかっていう流れ、はい、で、その使ったテクニックによってどういう効果が出るのかっていうのを教えてください。そうですね、まずビフォアで毛先がちょっと不揃いすぎたりとかバラバラになってるとかあと傷んじゃったりとかしてたので、まあ、そこを毛先の方をカットさせてもらったんですけど、まあ、普段だと結構アウトラインとかはこうぼかしながら切るんですけど、まあ、今回あのモデルさんの要望でちょっとラインを見せたいということで、まあ、多少のブラント気味で切ってみました。まあ、そうすることによってあのやっぱりこうちょっとバラバラしてる髪がきれいに整うっていうような感じで、まあ、そこからローレイヤーを後ろは入れて、で顔周りはちょっとハイレイヤー気味に入れるんですけど、部分的にトップのこの辺に三角ベースで取ったやつにだけレイヤーを入れる感じ でサイドにこうちょっと流れるような雰囲気にして、下の方は本当に毛先にちょっとだけレイヤーを入れるような雰囲気でやってます。